情報キャッチアップ、ビズレコ。東京大手町日経会社情報編集部で今回発行の春号について伺いました。3月決算会社の第3四半期決算が出揃いました。連結経常利益は前年同期 6% の増益を確保しましたが、原油安や中国経済の減速などで企業収益に息切れ感も強まっています。春号では日経新聞記者による2017年3月期の予想を一挙に掲載します。クイックコンセンサスの主要銘柄3期予想と合わせて参考にしてください。関東特集では逆風が吹く環境下でも業績が好調で最高益が見込めそうな成長企業を探ります。その他、市場が急拡大しつつある ETF、 上場投資信託の基本などを解説します。刊末特集では期末の配当予想が前後から変わった銘柄をピックアップします。今からでも間に合うお得な銘柄探しの参考にしてください。またクイックコンセンサスによる2期後3期後の経常増益率ランキングなども掲載。今後業績の上振れや伸びが期待できる銘柄を探ります。新年度に伸びる有望銘柄探しにぜひ本紙をお役立てください。日経会社情報春号はお近くの書店でお求めください。ソースネクストのさよなら手書き3とビジネス向け上位版さよなら手書き3プラチナ、好評の書類印刷用パソコンソフトがパワーアップして登場です。今まで手書きをするしかなかった各種申請書類を用紙のフォーマットにぴったり合わせて印刷できるさよなら手書き3、新機能のページ一括機能を使えばワンクリックで自動的にテキストボックスを配置、また配置する範囲をマウスで指定することも可能で、そのまま直感的な文字入力が行えます。さらにマス目ぴったり機能でマス目の中にきれいに入力でき、複数の行がある記入欄には行ぴったり機能を使えば行に沿って文字入力が行えます。そしてパソコン3台までインストール可能な上位版さよなら手書き3プラチナならビジネス書類を効率よく作成できる機能を搭載。繰り返し提出する書類をテンプレートとして登録でき、社名や部署名などよく使う文字や画像の登録も可能。ドラッグするだけで入力できます。地図など図面の貼り付けも簡単で効率的に書類作成が行えます。新機能でさらに使いやすくなったさよなら手書き3とさよなら手書き3プラチナ、詳しくはウェブサイトで。今回紹介した情報は日経 CNBC サイトビズレコページでもご覧いただけます。